やっていきましょう。やっていきましょうかね。ちょっと動画と動画の間に何かおつまみ感覚でできるゲームがないかなと。まあそういうあれでもないんだけど、 YouTube でねソウルキャリバーの動画が上がってる。あれ見て、ソウルキャリバー6だな、最新作だな。あれ見てやりたいなと、そういう欲がね、そういうこの思いが抑えきれず、つい実況に手を出してしまった。ソウルキャリバー実況です。どうもアザラシです。わかるね、ソウルキャリバーはね、もうわかるね。どんなゲームかも大体どうわかるんかな。ナムコの格闘ゲーム、だから格闘、対戦格闘ゲームなんだけど、徒手空拳っていうんかな、素手での殴り合いとか、そう、ストリートファイターが素手での殴り合いじゃん、大体が。まあ武器持ってる人もいるけど、ストリートファイター、このソウルキャリバーは武器を持った状態での戦いです。ちょっと違うよね。ガードし、剣でガードするかなだと思うけど、ガードによってダメージ、こっち、ダメージが削られたいということはない。削りとかがない。必殺とか、ガード、深技とかはあるんだけど、そんなもんでね、非常にこの、大振りの技と技とのぶつかり、剣とかの武器を使うから、ちょっと大味な攻撃になるんだけど、それをガード、もしくはいなす、弾く、押した後にのカウンターみたいなのが、ソウルキャリバーの格闘ゲームとしての特徴でしょうかね。カプコンのゲームは割と武器持ってないキャラクターと武器持ってるキャラクターが戦ったりする。大体は素手だね。と思う。まあ、鉄拳とかバーチャファイターとかにそしてもそうだわ。格闘ゲームといえば基本武器を持ってないって感じなんだけど、これはもう初めからみんなこうそれぞれに特徴的な武器を持った状態でのスタートだから、獲物が長い人がいれば短い人もいると、そしてそれ相応のね長所短所があって、でまあ最強武器決定戦みたいな感じもあるよね。まあ、ソウルキャリバーシリーズが6までいった時にどんどん武器の数が増えていったかというとそうでもないんだけど、ね、そういう方向を突き詰めてほしいよね。欲しかったよね、いろんなこう武器で。ムンチャクとかいるけど、トンファとかもいるけど、トンファみたいなのもいるけども、十手とかね、投げ縄武器じゃないか。ということでソウルキャリバーです。ソウルキャリバーまあ言わずもがな。おいしょいしょ、スタートボタン押したってば。ずいぶん やり込んだ、昔やり込んだ、このドリキャスでやり込んだけど、するとやろうと思った時なかったんで買いに行きました。でデータはもう残ってなかったんですが、一番強いモードでやってきます。なかったんですが、ちょっとだけやってキャラを少しだけ出してます。少しだけね、少しだけ、これが少しだけです。ソンミナが好きでね、ソンミナを出したいんだけど、どうやったら出るのかがもうわからない。はい、まあ最初に好きこのナイトメアで行こうと思います。もう何回も撮り直してます、実は。オープニングの喋りをするのもめんどくさい。とにかく、ノーコンティニュークリアしたら、それは、動画として上げていこうかな、と思う。クソ、トカゲマン。基本操作、いけるか、する余裕があるか。まず、X ボタンで横投げ攻撃です。横投げ攻撃。これがもういろんなこう、いろんな、横投げが押す方向ボタンとかによってとか回数とかによって出ます。 X ボタンね、覚えた。次 Y ボタンを押すと縦投げ攻撃です。縦投げつうか縦の振り下ろしであったり振り上げだったり、あと突きもありますね。これが縦の攻撃。そして B ボタンは殴るとか蹴るとかタックルしたりです。タックルね。あとは、まあ、X と Y との同時押しとか、Y と B との同時押しとかがあったりしますね。それとあと、ガードか、A ボタンでガード。このガードボタンと一緒に攻撃のボタンを押すと、投げ技に移行します。あと、なんもかな。コマンドがね、なんかこう、複雑な波動拳コマンドが出ねえだとか、必殺技のコマンドが出ねえだとか、そういうのがあんまりないのが、ソウルキャリバーのいいとこかな。
初心者でもね触りやすいゲームなんじゃないかなと思う。なんかともすれば日本のゲームは難しく難しく、格好ゲーかな、特に難しく難しくコマンドをしてさ、こうした後こうしろみたいな、まああるんだけど、そういうキャリアも、それはあまりこうそういうキャリアじゃないね。つながりはあるんだけど、技と技のつなぎが一発なんだよ。しあと構えのチェンジとかもあるね。このナイトミアだけだけど、よし、直感的なゲームだね。強い人がずっと強くはならない、直感で操作してる、これが魅力。さあね、なんとかノーコンでいきたいけど、そんなに可能性が高いとも思っちゃいない。とりあえず今のところ10回ぐらいチャレンジして一度も成功していない。必ずどっかでこう確実な、こうなんだろうな、勝つまでの道筋がないという感じがするね。そしてこのね、ナイトメアはね、特にそうだと思うんだけどね、ガードからのこうカウンターがね取れない。こちらよりも早くガードした後の切りすぎよりも早く打てるキャラが敵に多いから、あまりガードというものが有効ではない。ただまあガードが有効ではないキャラ同士対決みたいな、このキークはね、とにかく相手のリーチの先っぽで大味でいいですね。よし、ここまで非常にスムーズ。まさか第4ステージのね、ゲーム中で1回だけね、1回だけコンティニューさせてほしい。もう先に言っとく、1回だけコンティニューさせてほしい。ここまでやってきてそれすらできてないんだけど、無駄だよ。怖いな怖いな。よーし、ちょっといい位置でバカしてくれた、当たってくれた。様子見る必要ないな、どんどん行った方がいいな。これロックの足元を狙って、ういーまずい、うやった。少なくともこのロックより速いわ。よし、いや見えてきたな、ノーコンクリアが。シェンファーは強いぞ。シャンファーか、シャンファーだ、シェンファーだったな、シャンファーだったな。ういー、当たった。もうあれがね、まずいまずい、防戦一方だ。守ったら負ける、守ったらほんと負ける。よし、ふぅ、本当に守ったら負ける、防戦一方で勝てる相手ではない。もう要所要所だな、ガードはな。よし、ここへ
ここでペースをつかみたい。に見えるだろう。全然リードは大きくないよ今のは。よし、こんだけリードしてても、もうその途端一発も当たらなくなって負けたりするから怖いんだ。よし、あと2人、あと2人ですよ。ソフィーティア、これがねある意味ナイトメア潰しだね。あなたを救いたい。カウンターの王様みたいなところなんだ。その盾が義語硬直の少ないカウンターで攻めるところだ。まあ分かっていたな。ああいうのは分かっていた。ザック、やっぱしたか、そんなあったなみたいな。よし、巻き込んだっていうか、まあ狙い通りなんだけど、下段に行けた。あと一発、あと一発っつうか、あと一撃、あと一試合、一勝。今まで決めたかったぞ。剣の流れを意識するんだ、剣の流れを。ここ一つだけ、ここ一つだけコンティニューさせてください。ここだけ勝つんで、剣の流れを。そのキャリバーってのは人の動きじゃない、この剣の流れを意識するんだ。もうおかしいでしょ、敵さんがカウンターを多用しすぎでしょ。おお、もうコンピューター本気でしたら多分ね一発も当たらんから、こっちの攻撃おそらく。分かった、こういう風に寄ってリョーナを楽しむことができるんですね。楽しむとは、まあはっきり言ってソフィーティアがあのラスボスみたいなとこある。インフェルノって最後のこの全部の武器使いますよおじさんが出てくるけど、正直そんなに強くないって言っちゃうと負けるな。まずナイトメアが攻略簡単なんです、敵として現れると。ここでもう一回さっきと同じのをすると刺せる。
何やってんだ俺は。ここまでしなくてよかったな。よいしょ、よし、これだった、これだった。大技じゃなかった、大事なのは。さあファイナルバトル、吉光か、なんか暴発して死んでくんねえかな。いやーちょっと動画としては微妙か微妙だったかな。一回コンティニューしたしね、ソフィーティアのところね。だがまあノーコンティニューではないにしろ、それにほぼ近い形でクリアできたんじゃないかということで、エンディング前取り付けました。わずか17分のことでした。17分もかかってんね、この件で私を貫くのだ。このエンディングを余すことなく見せてきて、我が姿はもやかしに過ぎ、今一度自らの行いを顧みるのだ。父の御前に立ち、彼はつぶやいた。俺に償えるものなのか。彼は旅立った。父の意志を抱き、贖罪という名の十字架を背負って、父を倒したという、そういうあれなんですかね。 Congratulations Soul Calibur, We are true hero and your legend will never die, but across the horizon a new quest beacons your soul って書いてあるかな。ベーコンいる。エンディングロール、エンディングロールまではいいっしょ、いいっしょ。最初だけ見せていこう、最初だけ。ゆくゆく他のキャラクターをやっていくにや、した、にあたってね。そこはもう飛ばすけど。これ、この最初の初回だけ、エンディングロールを見せていきましょう。一回コンティニューしてるのに。長い動画になるな。20分ぐらいの動画になっちゃうな。3D キャラクターデベロップメント。こうしてみると日本人の名前が多いよね。ちゃんと日本人が作ってるゲームっていう。まあ時代が20年ぐらい前だからね。まあもうなんかグローバル社会が非常に加速して、日本だけの技術じゃこんなゲーム作れなくなりつつあるんじゃないかなって気がするけど。中日中鶴って書いてあった。ロック高橋中橋、あれそうか、あれ今声優の名前出たのか。早い。行事一か読め、アルファベットに並べられると読めないよね、実際問題ね。 QTT スペシャルサンクス、いいゲームなんですこのね、ソウルキャリバーは。誰か対戦ゲームやるならバーチャロンかソウルキャリバーか。ヴァンパイアシリーズかな、あれ好きということで、最後動けたような気がする。ガチャガチャ10ポイント獲得しました。ほなまた。